おはようございます、しょぼうです。今回は夜中にカバーを書いていたら牛が書けるようになったお話です。もう何のこっちゃっていう感じなんですけども、手帳に書くイラストの練習をしていたら、まあこれが意外と上達しましたよっていうお話です。絵を描きたいんだけどちょっとうまく描けないなっていう方、私のようなおじさんでも練習したら少しは上達するので、皆さんも一緒にいかがですかというお話です。ガオ、1月のセットアップの時にですね、今年は牛年なのに牛が描けないですっていうお話をしました。その時の練習の絵がこれなんですけども、まあ、左上から始まりましてこう描いて、こんな感じで練習をしていったわけです。次のページもこんな感じ、うまくいかないんですよね。最終的にこんなのでどうでしょうみたいなことになったんですけども、1月の最初の見開きにこんな風に書いて、今年の目標、牛をうまく描けるようになるって書いたんですけども、それがですね、つい数日前にですね、こうカバーを描く練習をしてたんですよ。夜中にカバーを描きたくなることって皆さんもあると思うんですけども、カバーがねうまく描けないのでカバーを描く練習をしてたんです。ちょっとこの辺違うものも書いてますけど、カバーを描く練習をしていたんですね。それでまあ少しマシな絵になってきたというところで、これを描いた時にこの首のねつき方がおかしいんだというふうになりまして、最終的にまあこの辺を描けたと、こんな感じでいいんじゃないかと思っていました。でこのカバの絵が描けた時に、こうちょっと下こうなんていうんですかね、ざっくり構成要素を簡単な形で描くとこうなりますみたいなものが描けたんですね。これを見た時に自分でそうかと、なんか首、四つ足の動物の首をあまり意識してなかったから良くなかったんだなっていうことに気づいたんです。先ほどのここの話ですよね。首が下手だったっていうお話なんですけども、でまあこれ分けた時にここの部分、あここの部分がそれっぽさを出してるんだなというようなことを思ったわけです。おお、そうかと。それで改めて似たようなと言ったらおかしいですけど、牛を描く練習をちょろっとしてみまして、首のつき方をいろいろ考えながら、ここはちょっと顔を大きく描いちゃったのでちょっと小さくしてみたりとかでバランスを取ったりとかしてですね、書いてたんですね。でここの部分、ここの下の部分、胴体の広がりの部分と首の付け根のバランスが難しいなと思って書いてたら、急にですね書けるようになっちゃったんですよね。これが自分でもよくわからないんですけど、急に書けるようになるバグが発生しましたみたいな感じで、急に牛が描けるようになっちゃった。ちょっと練習いっぱい練習する感じだったので前描いた絵と重なっちゃってるんですけど、なんか描けたと。まあそれで夜中にカバーを描いていたら牛が描けるようになったっていうお話になっていくんですけど、これがですね、まあ自分の中ですごく面白くて仕方がなくて、なんか なんでしょうね、これ楽しいの自分だけなんだと思うんですけど、もうこれが面白すぎて、まあ下手、私が下手っていうと、まあいろいろ、まあ自分では上手いとは思ってませんけど、下手って言っちゃうと、まあいろいろこの動画出してる上で偉そうになんか書いてて下手も何もないだろうっていうのもちょっとあるんですけども、その自分がうまく書けないものも毎日ね気が向いたら練習していると書けるようになってたりとかするんですよね、急に。もちろん今回カバのね首がとかいうちょっとこう気づいたこととかあったりとかするので、わけもよく分からず描けるようになったっていうことでもないんですけど、これ意外と急にこんな日が来るんだなと思って、ちょっとご報告があってら動画にしてみようと思ったわけです。そうそう、だから今年の目標もなんかクリアしましたよっていう感じ。
まあちょっと残念なのは前の絵にかぶっちゃってるのとちょっと胴体が短いかなっていうところは残念は残念なんですけど、まあ自分でよく描けたなと思いまして動画を撮ってます。で、まあ単純に描けましたわーいだと誰得なんだよっていう話になりますので、一応今回の動画の趣旨としてはですね、下手でも好きで描いていればそのうち描けるようになっちゃうかもしれませんよっていうことが今言いたいことでですね、それは自分が嬉しかったからっていうのもあるんですけど、こういうのってこうそのバレットジャーナルとか手帳に絵を描いていく、誰に見せるでもなくこう自分の中の世界って言ったらいいんですかね、こう特にそれがどうなっていくっていうのはないんですけど、でもやっぱり絵を描いて楽しむっていうこと、自分の中でね手帳を自分だけの世界でっていうとまあ言い方が大げさかもしれませんけど、そういう中で楽しんでいくために少しずつでもいいからたくさん描いて練習っていうかたくさん描いて、なんかそれなりにこう自分の中にそれが入っていって、ある日突然描けるようになったりするっていう体験をねしていただけたらですね、私のこの今の面白さっていうのは共有できて私も嬉しいので、なんかこう、まあどうというなんていうかこうどうもない動画なんですけど、ぜひですね楽しんでたくさん書いてそのうち本番である手帳に書けるようになったら楽しいですよ。なんか話ぐちゃぐちゃですね。まあ雑記帳の使い方の一つとして手帳に書くイラストの練習とかで使うのもいいんじゃないかというのもありまして、もう本当にまとまりなくなっちゃいましたけど、今日のところはなんかこうおじさんになっても好きで続けていると少しは上達するから皆さんもやってみませんかという趣旨の動画でした。最後まで付き合っていただきましてありがとうございます。今日はこの辺にしたいと思います。以上、しょぼうでした。ではまた。